さあ始まりました、元美容師による古民家 DIY の時間です。前回の動画で畳を張ってきましたので、今回はその横側のフローリングをやっていきます。この隣の部分にヒノキの15ミリのフローリングを張っていきます。めちゃくちゃ綺麗なヒノキのフローリングですね。端材マーケットで27平米がなんと49,500円、激安。こんな状態いいやつはね、なかなかないのでラッキーですね。それではフローリングを張っていくんですけど、ざーっと並べていった時に向こうの端でカットしないといけないんですけど、そのカットする時にあまりにも細いとやっぱこう割り箸ぐらいになってしまうと不細工だし頼りないんで、この1番目と向こうの1番端の2枚で調整していきます。例えばこのままいくと 29.1 度になるんですね。1っていうことは 0.1、 これの 0.1 の厚みのものを作らないといけないので、ものすごい細い、多分1センチぐらいのやつを最後のエンドのところで詰めないといけないので、それを調整するためにまずこれを切ってスタートしていきます。まずこれを例えば50に切ったら、ここで60ミリ、向こうのエンドが60ミリになるので、ここをまず50ミリで切っていきます。これ半分にして、ここの取り合いはいいんですけど、今度向こうに伸ばしていくときに、このままこれが1920幅でポンポンポンと置いていくと、3枚と 0.08 か 0.08 なんで、ものすごい短いのがあそこにできるので、まずこれを半分にして、半分にしたら今度向こうで 0.6 ぐらいのものを作らないといけないんですけど、すると 0.4 が全部切り白になってしまうので、さらに半分にしてスタートしていきます。今からこっちに張り進めていくんですけど、まあ、ここでねフローリングが切り返しているっていうことで、こっちはね30ミリのフローリングで、こっちから15ミリのフローリングで、まあ、計算してこの床をね捨て張りまでを作ったんですけど、まあ、精度悪くてこう置くとかなり段差、これぐらい段差があるので、こうスロープになるようにちょっとカンナとサンダーでこう削っていきたいと思います。これでなんとか段差が気にならなくなりました。1列目はこっちからスーッと走らせたので、2列目はこっちから1枚目を短いの作って、こっちへ向かって走らせていきます。この2列のことをひたすら交互に繰り返していきます。飾りができたな、はあ、たまの飾りかな、あそこ、ああ、こうこう、そうそうそう、ええー、ようになったな。こっち畳でね、
しょ。よーし。今ね半分ぐらい貼れたんですけど、ちょっと調子が出てきました。でこのビスで留めるのがいいのか、こういう釘で留めるのがいいのかっていうのをよく聞かれるんですけど、まずはねこのビスネジみたいなやつですね。これは早いんです、とにかく早いで微調整がねしやすい。たまにこう浮いてるところとかやっぱ出てくるんですよ。それをグッと押さえてビュッと止めたらもうそれでピタッとくっついたりとか、そういうこう微調整がしやすいですね。あと抜くのが簡単なんです。刺してあ間違えたってなってもうすっとね逆回転すれば簡単に抜けると。でこのビスのデメリットとしては、まあ、釘と比べた時に、まあ、高いんですね、まあ、コスト的には、まあ、この倍ですね、ちょうど倍ぐらいで、この9畳あるんですけど、これ全体で750本ぐらい、150ピッチで打つので750本打つんですけど、そうなると結構なね差になってきます。実際やってみるとこんな感じ、角に押さえつけて回すだけ、まあ早いですね圧倒的に。あーこう失敗したってなった時に抜こうと思ったらこうやって抜いたらいいだけなんです。であとデメリットは釘と比べると弱い。このネジ切っている真ん中の部分だけがまあ言うと厚みで結構細いんですね。だからなんかねポキッと折れるんですよ中で。僕も解体時に結構ビスが折れてるのはよく見たんですけど、釘が折れてるのは見たことがないですね。では次釘、次はこのフロア釘打ちます。この頭のところがねちょっとへっこんでるんですね。ここまで打ったら最後ポンチで打ち込む、こんな感じですね。で釘のメリットはなんといってもねこの叩き感、楽しいんですよねこれ。こうね情緒がある、とっても気持ちいいんですよ。デメリットは時間がかかるのと、あとこれねやっぱ抜くのが難しいんですよ。失敗したってなった時にこうやってねここに勝ち込んで飯ってやるんですけど、大体僕の場合サネが折れるんですよねこの辺のここで。なんでその時にちょっとブルーになるっていう。あとよくボンドを入れないのかって言われるんですけど、こういうねネダボンド、これをやるともちろん多分床なりのリスクとかがかなり軽減されて、まあ、ガチガチにねフローリングが固まってくれると思うんですけど、まあ、せっかくね、まあ、こういうね無垢材なので、なんかこの無垢材の下が全部接着剤ってなんかね嫌なんですよね。無垢材でまあ呼吸もするなのに、まあ下がね全部ボンドで固まってしまうと、もう修正剤とそんなに変わらないのかなっていう感じになってしまうので、僕はいつもボンドを、まあ、端っこだけ使う感じです。でもちろんそうすると床なりのリスクとかまあ上がるんですけど、僕はその床なりのリスクをまあ許容できるというか、床なりを許容できるので、まあ、ボンド入れてないだけで、床なりが絶対嫌だっていう方はもちろんボンドを入れた方がいいなと思います。まあ、こういうのはいろんな考え方があるので、まあ、僕が感じていることっていうところで参考になればと思います。さあラスト2枚なんですけど、ここからがちょっと難しいんですよね。これをまず入れて、でこうね叩けないので、僕はいつもこういうのを作ってなんか詰めてこう回したりこねたりしながら入れてます。なんかいい方法ないかな、これいつも苦戦するんですけどね。よいしょ、入った入った。もうこっちの目覚め側の下を落としてボトッと置いて、もうボンドで固めていきます。
やるか。あー、ちょっと隙間ある。ラスト1ピースです。よいしょ。よし。最後までご視聴ありがとうございます。これでヒノキのフローリングが終わりました。もうね、めちゃくちゃ綺麗で、もう節がないんですよね、今回のフローリング。あまりにも綺麗なんで、最初は塗装しようと思ったんです。この同じこと、同じチーク、オスモカラーのチークで塗装しようと思ったんですけども、ちょっとね、様子を見たいなと。このままクリアの状態で使って、まあ飽きたら塗ろうかなと。畳も置いたんで、まあそれとのね、コントラストも楽しみたいなと。本当にグラデーションがかかってとても綺麗なので、まずこのままちょっと使ってみようと思います。で、今回この節なしを初めて僕は使ったんですけど、まあこれ端材マーケットっていう、まあガレージセールをやってる西アークラ森の学校さんがやってるガレージセールなんで、まあ現地販売しかしてないんですけど、まあ、そこで端材マーケット買ったんですけども、むちゃくちゃまあ安くて、今回むちゃくちゃクオリティが高かったんで、もう感動レベルですね。もちろんこうお金が折れてたりとかね、ちょっとまあほけてたり、スーッとお金がなくなってたりとか、そういうのはやっぱいっぱい入ってるんですけど、もう十分ですね。もう値段とその比べると。オンラインでねやってないので、オンラインではちょっと見つけることはできないと思いますので、ご了承ください。まあ現地にね行ける方は端材マーケットのチェックをしてもいいんじゃないかと。予約がいるので必ず問い合わせをしてみてください。で、次は一回ここの総集編を挟んで、いよいよですね、このウッドデッキ外に行こうと思います。サウナに関してはちょっとね、まあ2本か3本ぐらいの長編になると思うので、ずっと見てほしいですね。これはかなりいいのが出来上がりそうなんで、想像と想像、 DIY は人生だ。よかったな。一緒。全然感じなかったな。これもちゃんと拭いてから。よく見えないよ。うん。なんで怒るの？うん。ノマとかいいな。ノマはもうちょっと土入れようかなと思って。コンクリはあるんだ。コンクリとかはせんかな。そう、土壁が余っとって、それをまあ再利用して入れて、まあ叩こうかな。ああ、叩くやな。なるほどな。せっかく余っとるからね。うん。そうだな、全然違うな。